着弾飛行隊の概要について簡単にご説明いたします。第400現在の速度は時速 360km、 機体の傾きは10度です。この急旋回の間パイロットは高度と傾きを一定に保ち約10m、最大離陸重量は45トンです。2機のターボファンエンジンを搭載し最大速度、航続距離 2185km です。操縦技術が要求されます。
接近してからおよそ300メートルという短い距離で停止することができます。